サッカーをこよなく愛す皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。今日は一体どんなドラマが生まれるのか。さあ試合が始まりました。両チームともどんなサッカーを展開するか非常に楽しみです。向かって右から左に攻めるのがモロッコ、左に陣を構えるのがアメリカ。早野さん、この試合勝つためにはまず何に気をつけるべきですか。まずパスを回して相手の出方、様子を伺うことが僕は大切だと思います。左へ、残念通りません。ニアかファーか、それともゴール正面か。さあ自ら攻め込みます。さあドリブルで上がっていく、シュート、ゴール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 。前半戦中盤、モロッコ。さあ再びキックオフです。ボールをキープしつつ上がります。キレのあるいいドリブルですね。右へ、ホイットロック、速いドリブルで攻め込みます。ほんとキレがありますよ。ホイットロック、速いドリブルで攻め込みます。
天性のドリブラーって感じですかね。さあセンタリングのチャンスですよ。さあドリブルで上がっていく。ニアかファーか、それともゴール正面か、誰に合わせてくるのか。前に出します。さあドリブルで上がっていく。つながります。チャン、ドリブルで上がります。柔らかなボールタッチですね。ここでホイッスル、前半戦が終わりました。さあ後半戦が今始まりました。まだまだ勝負はこれから。追い上げ、これは危険なプレー、当然ファールです。このフリーキックからチャンスを作り出すことができる。ゴール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 。後半開始直後、モロッコさらに点数を加えました。取り返すか、それとも追加点か、今試合再開です。渡った。前に出した7番、ドリブルで攻め込みます。下半身が非常に安定してますね。さあセンタリングのチャンスですよ。右へ送ります。まゴールネットに落ち込んだ。後半戦序盤、アメリカ。さあ試合再開のキックオフです。ドリブルで攻め込みます。前に送りました。倒された。しかし試合は続行。主審、このプレーを流します。さあドリブルで持ち込みます。最後は誰で来るんでしょうか。さあドリブルで上がっていく。8番、ドリブルで上がります。最後は誰で来るんでしょうか。右へ。さあ攻撃開始だ。ここで笛、ファールのようです。アメリカ、早いリスタートで試合再開です。前方にパス、狙った。キーパーダイレクトでキャッチです。コースは良くてもこの威力ではゴールは難しいですね。さあ自ら攻め込みます。イマジネーションの限界に挑むサーチパス。パスを出すタイミングを測っています。パスが主体のサッカーだから、こういったドリブルも大切ですよ。弾き返した。残念、ちょっと力が入ったか。チャンスと見たらとにかく打つ、それもまあ大切ですね。エリア内突入。ここで主審の長い笛、タイムアップです。2対1、モロッコ、なんとか白星。